かり祈ったか？もちろん。いい買い物できたか？まあね。まあまあかな。よし、お食べ。慌てずに食べな。その曰く付きのダイヤってのはどこだ？知らずに売っちまったよ。買った客は関与の事故で死んでしまった。ダイヤは墓に埋葬された。墓に埋葬した？おいおい、そんなことすりゃ墓地全体が汚れるぞ。汚れたらどうなる？成仏できない連中であふれるだろう。お前のようにな。あんたは何とかできるんだ。頼む、ダイヤを探して払ってくれないか。やれやれ、面倒なことになってきたぞ。でも、放ってはおけないよ。守りを固めろ。Yeah.
ここにいわくつきのダイヤがあるのは間違いないな。気づいたな。カラスが騒いでるぜ。あいつらも汚れたダイヤに引き寄せられたのかもな。あった。よし、払うぞ。これで払えたが、また汚れるかもしれん。持ち帰って処分するか。これって、僕は呪われないよね。待って、その子を連れて行かないで。あんたが持ち主か。死んでまでこんなもんに執着すんのかよ。違うの。私、石とお話しできるんです。その子はあのお店でずっと私に助けを求めていました。初めから汚れている石なんてありません。石は人の霊を吸収しやすいだけで、石を汚すのは人の欲望や嫉妬なんです。この子をまた汚すようなことはしません。私にこの子を守らせてください。ま、あんたよりまともな持ち主はいないかもな。じゃあこのダイヤはあんたに任せるぞ。ありがとうございます。この子がいれば寂しくありません。想像していたのとは違う結末だったね。まあ、これでリサイクルショップの店主も成仏できるはずだ。いいのか？忍者を見たやつは死ぬんだぜ。マジで？
Thank you.